白髪が出てきて、あと美容室までもう少しっていう期間の時って皆さんどうしてますか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、冒頭でもお伝えしたんですけど、白髪がねちょっとちょこちょこ出てきたりとかしてね、美容室の予約までもうちょっとっていう時って皆さんどうされてますかね？例えばね、家でホームカラーをしたりとかで、まあそうするとね、色ムラが出たりとか、あと髪がガシガシになってちょっと嫌だったりしますよね。でセルフケアってやっぱ難しいものだと思うんですよ。まあ、そこで僕が考えるね、根本的な白髪の対策、あとは白髪に対してのねホームケア、おすすめするホームケアについて紹介していきたいと思います。じゃあまず白髪の対策なんですけども、よく言われているのが、バランスの取れた食事、良質な睡眠、ストレスをためない、適度な運動。これできますかね？普通の生活だったら多分できないと思うんですよ。もしこれができている方だったら本当に全レベルの方だと思います。じゃあどうやって白髪ケアしていくかについてですが、自宅でケアできることは大きく分けて3つあります。まず白髪止め、ヘアカラーですね。2つ目に白髪用シャンプーとかトリートメント、最後に白髪隠しブラシ。それぞれ特徴が違うので、こんな方におすすめということを紹介していきたいと思います。で白髪止め、市販で売られている白髪止めですが、一般的に使用されていることが多いかと思います。ただ白髪染めって色素がだいぶ濃いので、次にね明るくカラーしたいっていう方は避けてください。白髪染めをしてちょっと期間を置いてからサロンに、で明るくしたいってなった時に色ムラが出る可能性があるので、その辺も注意してください。次にヘアカラー用のシャンプー、トリートメント、これは毎日ねお風呂場で使っていくので、徐々に染まっていくので非常に使いやすいです。でも白髪染めのシャンプーってちゃんと汚れ落とせるの？っていう風にちょっと疑問ですよね。そんな時はトリートメントとかコンディショナーで色を入れていくのもベストです。最後に白髪隠しヘアブラシ、これは一時的ではあるものの、いつでも使えて結構便利です。マスカラのような形も多いんですけど、それだとね手について汚れることもありますよね。ブラシ一体型だったら髪の毛に絡まりも少なく、手も汚れづらい状態になるので、あとは持ち運びが便利なので、まあそういった商品が理想だと思います。今回僕がねおすすめするホームケアの商品は極みさんです。まずはトリートメント、これは使用すればするほど徐々に染まっていくっていう商品です。特徴としてですが、 96% 美容エキスでできてます。で22種類のボタニカルエキス配合で、11種の無添加なので、髪だったり頭皮の負担も軽減できます。使い方なんですけど、基本的に毎日ねのトリートメントと同じような感覚で使ってもらえたら、徐々に白髪が染まっていきます。濃く染めたい方に関しては、乾いた髪の毛にこのままつけていくんですけど、その時にこういったブラシで白髪が多いところはしっかりと塗っていく。でその時にポイントなんですけど、手袋をしないでやったりとかすると手についちゃったら染まる可能性もあるので、しっかりと手袋をしながら使用してあげると綺麗に染まってくれます。色の種類は3種類あって、ブラック、ダークブラウン、ライトブラウンなので、ご自身の髪の毛の明るさに合わせて、使用してください。じゃあトリートメントを使用していきます。今回はライトブラウンを使用していきます。で出していくんですけど、ちょっとね濃いグレーみたいな感じですかね。これを塗布していきます。白髪の毛束を使ってどのぐらい色が入るかやっていきます。先ほどのライトブラウンをのせていきますね。で塗ったら節でちょっとなじませます。じゃあこれで20分間放置していきます。次に白髪隠しブラシ、ブラシタイプになってます。こんな感じで、でここで後ろのねここのボタンを何回か押すと染料が出てきます。こんな感じです。結構ね濃い染料が出てるんで、これをダイレクトに白髪が気になる部分に塗っていく。結構ブラシタイプなんでね、かなり結構塗りやすい感じなんで、色ムラにもなりづらいかなと思います。ブラシタイプなのでさっと一塗りでつけやすいっていうのがすごくポイントです。22種類の天然エキスが配合で、7種類の添加物がフリーです。なので本当にね5年とか10年先の頭皮だったり
髪の毛の環境も考えられている商品になっているかなと思います。だいたい100プッシュぐらい使えます。で、白髪が気になるところって多分ね、この T ゾーンの部分だったりもすると思うんですけど、まあだいたい2プッシュぐらいやって、そこをさっさっさっと一塗りでやっていく。するとだいたい50回分使えるってことなので、単純に日で計算すると50日分使えていけるかなと思います。ただ2プッシュで出てるかどうかも分かんない状態だと思うんですよ、最初の状態って。なのでこう何回か押しちゃう、そうすると液だれの恐れもあるので、そこは注意して使用してください。で、手袋だったりとかケープも使わなくて OK です。このスティックタイプでそのまま塗ってあげる。なのでちょっと白髪が出てきて隠したいっていう時にさっと塗れて、で、匂いも優しい感じのラベンダーの匂いなので、あんまり気にならなく使用できます。じゃあ白髪隠しブラシを使っていきます。ライトブラウンの色を使用します。これも同様に白髪の毛束にのせていきます。1回押して、結構ブラシタイプなんで、もう乗せていくだけで綺麗に入っていきますね。でちょっと薄かったらもう一回ね押してあげるとまたしっかりと出てくるんで、これで塗っていきます。ある程度ね白髪が埋まるぐらい乗せてあげると、これが乗せ終わった状態になります。で、ドライヤーもしくは自然乾燥である程度こうやってね手で触ってもうつかなかったらもうこれで OK です。で、染める前と見比べてみるとこれぐらい、だいぶライトブラウンでもしっかりと入りますよね。これで白髪の気になる部分を塗ってあげると綺麗にボケてくれます。で、白髪隠しブラシでつけて、で、シャンプーしてきた今状態なんですけど、それでも結構色味残ってんの分かりますかね。これ真っ白の状態でのせてこのぐらいの感じなんですけど、やっぱりね、この白髪のね本数がちょっと少なめの方もいるので、これをねどん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 使い続けていくとしっかりと色味が入ってくれるので、個人的にはおすすめです。これトリートメントで20分放置してシャンプーした状態です。見てください、結構ね白髪の部分が染まってるのが分かりますかね。やっぱりシャンプーしていけばどんどん抜けていくので、まあ、これをトリートメントを足して、まあ、維持していく感じで染めていってあげると白髪もしっかりとねボケてくれるかなと思いますので、個人的には結構おすすめです。最後にコンディショナー、もうこれに関しては色が入るっていうよりはカラーの色持ちを良くしてくれます。で、このコンディショナーはフラーレが配合なので、これはビタミン C の172倍の抗酸化力なので、紫外線による退色を防いでくれます。で、あと匂いに関してなんですけど、オリエンタルウッディの香り、まあ、どういう香りかって言ったら、どちらかというとオーガニック寄りのちょっと自然な匂いになっていると思います。つけ方なんですけど、まずねシャンプー後にしっかりと水分を取ってからコンディショナーをつけていく。傷んだ部分から中心にコンディショナーをつけて全体に伸ばしていきます。最後にすすぎなんですけど、髪の毛と頭皮に残らないようにしっかりとすすいでください。はい、ということで今日はね、白髪のホームケアについて紹介させてもらいました。かなりね、お客様でも白髪について悩んでる方が結構多いので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。